アキナレディオ。はい、こんばんは、アキナでございます。今日からですね、ラジオ不定期でちょっとねやっていこうかなと思いましてですね、この間募集しましたよね、お題をね。見てる方はいらっしゃらないかもしれないですけどね、意外とねこうちょくちょくお題を募集してたんですよね。長いあの1時間動画でしたり、この間の6万人行った時の被弾した即終了のライブでしたりっていうのところでいろいろ散りばめてったんですけど、まあ私のことをね、普段ね結構熱心に応援してくださってる方はね、ちゃんとそれ拾っていただいていろいろお題をいただいたので、今日はそのお題に答えていきたいと思います。まあ20分ぐらいですかね、を予想してます。予想というか考えてます、想定してますってやつですね。はい、よろしくお願いします。はい、ということで初回なんですけども、まあ私一人でね喋っていくっていうのもまあいいかもしれないんですけど、まあ今日は特別にまあ1回目ということでね、まずはまあ私のまあ相棒というかパートナー、というかまあなんというんでしょうか、良き理解者というか、まあマリオで言うとピーチ、ベジータで言うならブルマ、がいらっしゃいますので、今日はですね、ヨメダさんにも参加していただいて、このラジオを進めていきたいなと思います。もしもーし。もしもーし。もうあのちゃんですね。はい、完全にあのちゃんです。もしもーし。はい、あのちゃんでございました。はい、もしもし。はい、今回なんですけども早速もう時間ないよ、やってきますから。はい、はい、まずお題を くださった方なんですけど、まあ、もちろんね、私のチャンネルをね普段から見てくださってる方はね、よく、毎試合に、コメントいただいてます。ウーデ君っていう方からね、もらった、お題というか、まあ、議題なんですけども、まあ、バイトする上で気をつけること、はい、まあなんか勉強の失敗談っていうのをもらってるんですけども、まあまあまあ今回はバイトする上で気をつけること、まあ新生活ね始まります、4月から、はい、で、まあ、バイトだったり、社会人になって新しく会社入ったりする上で、まあ、気をつけるべきことっていうところですね、はい、をちょっと話していきたいなというふうに思います。はい、どうですか、バイトやってました？やってました。やってましたね、私知ってますよ。バイトやり始めからやり終わりまで私はずっと知ってますからね、はい、はいはいはい。なんかバイト何やってました？パン屋さんやってました。パン屋さんですね、はい、よく行ったね。行ったね。よく行ったね。まあ某とこにあって某所にある結構まあまあまあいい感じの、パン屋さんにいらっしゃいましたね、うん、はい、うん、私はまあ皆さんご存知の、牛丼屋さんと引っ越し屋さんでしたけども、バイトって言ったらまあ、あと高校の時にコンビニのバイトをやって女の子3人ぐらいにいじめられて辞めたんですけど、はい、待って、 笑っていいとか笑っていいんですけど、別にねそれは笑っていいですよ。なんかね、高校1年生で初めてバイトしようって言って、うん、コンビニ家から徒歩2分ぐらいのコンビニ行ったらなんか、3人ぐらいの女の子もギャルにもうコテンパにこき使われて、で店長が中国人の方ですごい優しかったんだけど、ちょっと鬼のようにシフト入れてくるんで辞めたっていう、まあ、経験がありましてね、はい。なのでまあ一つまず言えるのは、なんかちょっと環境やばいなと思ったら辞めていいと思います。バイトなんでね、はい、うん、所詮バイトなんでね、うん。なんかありました？ヨメダさんはなんかありました？なんか嫌なことありました、バイトで。嫌なこと、はい、嫌なこと、シフト組んでくれる社員さんがいるじゃない。あ、いますね。もう大体シフトなんて社員さんが組みますからね。そうそう、なんか偉い人、はい、になんかすごい無視とかはされたことあります。いや、 やっぱあるんですね。そう、なんか、うん、だからこのね、気をつけるべきことっていうのはやっぱね、人間関係なんですよね。結局そうだと思う、はい。まあ、社会人になる人もそうなんですけど、うん、結局ね、対お客さんっていうのはね、あんまり大変じゃないんですよ、言っても、うん、結局、一期一会で終わるパターンだったりとか、まあ言ってもね、その飲食店だったらその数十分耐えれば、うん、終わりじゃないですか。一回、例えばじゃあパン屋でも一回の会計を終わらせれば、まあまあベタベタ触ってくるおっさんがいたりとか、めっちゃ喋るババアがいたりとか、
のおばさまですね、ごめんなさい、ババアって言い方がよくないんですけど、はい、いたりとか、まあ、でも一瞬で終わるんですよ、そんなのは耐えれば、うん、なんですけどね、やっぱ社内的なこう身内気まずなると、うん、これちょっとあかんですね、やっぱりね。うん、どういったとこ気をつけてましたか？やばい、私何も気をつけてなかったんだよな。はい、こういう超人もいます、たまに。あの本当に何も気をつけないでもう、ああいい、お前がそういう気で接すんなら私も私なりの態度で行くでっていうパターン、うん、だからその無視された的なやつはもうなんか別に無視し返すとかじゃなくて、なんかいつも通り、あ、大人ね、大人の対応ね。だってめんどくさいじゃん、なんかこっちもさ、なんかなんか無視されたから無視しますみたいな態度で言ったらさ、なんかもっとやられそう。まあそうね、あのアンチと一緒ですからね。はい、あ、そうそうそう、だからアンチも一緒ですから、もう完全にいつも通りおはようございますみたいな感じで。怖いけどね、逆にね逆に怖いけどね、そんないじめ、いじめっ子がずっと元気っていうぶち怖いですけど、まあ、そのまあ学校のいじめとかもそうですよ。いじめたりして、うん、いじめられた人がこう反応がおもろいとかなんか嫌がってると、こうまたね、うん、それがこうそいつらの栄養になって、うん、こうねワクワクさせちゃうんで、うん、ワクワクドキドキしちゃうからね。そうそうそう、まか不思議アドベンチャーみたいになっちゃうんで、もう普通にしてるのが一番強いと思いますね。みじめもそうですけど、アンチもそうですよ。触れないが一番強いんで、はい。うん。たまにいる本物にはちょっとね、僕はおしゃれに絡もうかなっていうのはあるんですけど、はい。それ以外の、おしゃれにね。と言いますか。おしゃれに、おしゃれに。私もバイトの時もそうでしたけど、ちょっとね、本当にやばい人とかたまにいるっすよね。本物ってやつですけど、なんか本当マジで、あ、この人本当に周りの集団行動できへんねやろなっていうような方がたまにいますから、うん、まあ、本物ってやつですね。本物がいた時はもう本当に大丈夫ですかみたいな、その普通のレベルよりさらに一個上でこう、もう気遣ってあげちゃう、俺だけはお前のことを理解してるでっていう、うん、こうかわいそうやなっていうムーブを私はしてました、バイトの時も。全然うまくいくのそれ。そう、馴染めてないような、こう結構なんか当たり散らかすような人が、まあ、いましたけど、私のバイト先とか、まあ、学校でもいたね、そういう子がね、はい、なんですけど、うん、まあ、そういう人がいると僕はもうニコニコしながらでも近づいてって友達になろうかなと思って、もうお前、うん、大丈夫だよお前、俺だけはお前の味方やでっていうムーブをずっとしてましたね。はい、とにかく何言われてももう言い返さないで、もう分かる、俺はそうだよ、俺はブスだよみたいな、もう俺は仕事できないよ、お前の方は仕事できるよって、お前すごいよってやってると2ヶ月ぐらい経ってくと なんかめっちゃ友達になれるったりするんですよね、うん、そうですか。はい、そうなんですよ。いやいや、何ですかそれ、そのあっさりは。やめてください。あんま役に立たなそうだなと思っちゃう。立つでしょ、やめてくださいよ。そう、いや、あんまなんかそういう人に出会ったことがないからさ。あ、それいい環境にいます、いい環境にいますよそれは。あ、だからまあそれで言うと、さっき言ったその無視する人とかがもう本物の可能性が高いんで、うん、あ、僕だったらガンガン逆に声かけに行くっていう。まあでもなんかいつも通り言ってたとはいえ、うん、ちょっと 怖さもあったから、はい、なんかいい感じの塩梅で踏み込みすぎずみたいな、まあそうっすね、感じでやってたかな。だからやっぱ敵を作らずこうニコニコしてるっていうのが、まあ、このバイトとかする上で会社にいる上で大事なことっすね。敵を作らないっていう、できるだけで、こうめっちゃむずいの、敵作らないムーブしてると、その敵作らないムーブをはって思うやつが現れるって、またちょっと複雑なんですけど、うん、お前八方美人やんけみたいな、うん、もうそれしょうがない、うん、そういうまた本物来たらもうその時仲良くなりましょうっていう、そんなんないっすよみたいな、俺もあの人のことそんな好きじゃないっすよみたいな、ちょっとなんか嘘ついくみたいな、ね、うん、はい、ムーブを、僕はもうしょっちゅう嘘ついてますから、はい、空気吸うのと同じぐらい嘘ついてるもんね。そうですね、呼吸するのと同じタイミングで嘘ついてますね、はい、いや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 、賢いでしょ、賢いって思って
ていただいてる。だからそのなんか正直に生きようとか思ってる人がね、もしかしたらいるかもしれないですけど、うん、もうそんな正直に生きなくていいですからね。そんな、うん、そんな、うん、いいんだって、噛んだところを拾わないでいいじゃん別に。あのですね、そう、もうこうなんて言うんでしょう、まあ、学生さんとかね、ほらこれから大学生になります、ね、高校の時はバイト禁止だったけど、はい、大学はバイトできますみたいなタイミングでこうバイト始めて、こうバイトでも新環境、うん、もう大学でも新環境みたいな、うん、こうもう新環境に挟まれまくるみたいな、うん、こう状態、これになった時に一番怖いのは、もうなんかストレス溜まり散らかして、うん、あの俺なんて全員に嫌われてんじゃないかみたいな、なんかわけわかんないこう、うんうんうん、自己嫌悪に陥る方がたまにいるんですけど、うん、僕の知り合いに2人ぐらいいたんですけど、実際そういうのが、うん、それだけはやめてください。まだあの超本音で言うと、大丈夫、まだあなたのことをそこまで周りは見てないからっていうのがね、あの一番なんで、うん、そう、あの半年ぐらい経ってからですね、その嫌われてる嫌われてないっていうのが発動するのは、うん、あの最初は気にしなくていいよ。そう、最初はね、マジで気にするぐらいまだね、誰もあなたのことを知らないので、あの私周りも多分そんな余裕ないから大丈夫。そう、同じだから、みんな思ってるから同じこと、だからどん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 積極的に話しかけに行くっていうのはね、一つ手ですね。 あなたはそうだ。はい、私はもうガンガン話しかけに行きました。だってみんな話しかけられ待ちでしょ、どうせまあまあそんなもんなんだって、まあね、大半はそうかもね。激キモな立ち回りをしなければ、もう話しかけに行った方が絶対仲良くなれますから、うん、うんうんうん、私はそうしてました。まあそれができないっていう方が多分大半だと思うんで、もうそしたら、うん、ゆっくり時間が解決するので、あの無駄に考えすぎないってことだけ考えて、生活すれば新生活は乗り切れるんじゃないかなと思います。はいはい。でもう一個ね、次、バイトは今ちょっと、うん、まあ、失敗談と、まあ、こうすればいいってありましたけど、勉強についてね、これ聞いてくるわけなんですけど、私ね、勉強はね、ヨミナさんはご存知の通り、私は勉強をずっと失敗し続けてここまで来てるんで、はい、まあね、小学校から中学校、ね、高校はまあ受験ないですから、私はお受験っていうのをしてませんから、お受験せずにこう上がりまして、うん、で中学校でね、こう英語っていう教科が正式に増えますよね、うんうんうん、そこで小学校の時みたいにこう、まあ勉強小学校なんて私してませんでしたからね、あんなしなくても、はい、よくわかんない、なんかカラーのテストあるじゃないですか、縦長の。うわ、懐かしすぎる。カラーの縦の長いテストあって、なんか超回答欄でかいみたいな、ありました。はい、大体あんなんで2ゲームに名前書くやつですね。そうそうそうですよ、もう僕大体90か100しか取ってなかったんで、勉強してなくても。すごいじゃん。いや僕ね、頭良かったんですよ、中学校、実は中学校までね。中学校入るまでってこと？いや、入って僕英語以外はもう本当にずっと点数良かったんですよ。英語だけなんか一生無理で、なんか、うん、平均点ギリギリちょい上ぐらいだったんですよねもう平均点を下回った瞬間、おかんがブチ切れてゲームさせてくれなかったんで、僕平均点は割らないように頑張ってたんですけどはいはい。で、まあ中学校までもう僕の学力のピークは中学校まででした、うん、ちなむと。で、これなんでかっていうとね、こうやっぱ勉強しなくても中学校ある程度行くんですよ、授業をちゃんと受けてれば、うん、ね、宿題ちゃんとやってれば、うん、僕ね、勉強できなかったんで、点数取れなかったんで、先生に気に入られる媚び売るってごますりしかやってなかったんで、もう本当にひたすら先生に気に入られるムーブをしてましたね。だから僕より点数高いのに僕より評定平均が低いみたいな人は結構いました。かわいそう。はい、っていうのが中学校で、ここから失敗します、失敗しまくります、しくじり先生しまくりますけど、うん、受験票としますね、高校受験で。まず私、推薦入試を受けたんですけど、うん、はい、ね、推薦っていうとこうみんな集まって面接とかしますよね。うん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 、僕が受けた推薦がね、僕ね、受験票途中で落としまして、こう現地着いてから気づくわけですよ。でみんなこう、何、中学校から、まあ、歩いて行ける距離の人たちは歩いて行こうねみたいな、なんか私の中学校の文化だったんですよね。
で高校まで30分以上かけて歩いて行って、友達3人と同じ高校受ける3人と、で受験所ついて、高校ついて、受験票お願いしますって言ったらない、あれみたいな、握ってたのにみたいな。手に握って歩いてたんですか。そうなんですよ、手に握って歩いてたのが どっかのタイミングなくなっちゃったんですよねだいぶやばいと。でやばいってなってめっちゃテンパって、探してきますって言って、もう超汗だくで走り回って、うん、でそれでもなくて、うん、で高校戻って、これどうしたらいいですかって言おうとしたら、誰かが拾って高校に届けてくれてたんですよ。ほう、そうだから、あ、できたって言って、僕が試験時間を10分遅らせるっていう、あの最高にやばいことをしたんですけど、大迷惑の人じゃん。大迷惑をかけて、で汗ダックダクのまま、あの私ね、こう出席番号が若いんで、うん、あのもうそ本当ですよ、本当にもう一番最初ぐらいでやったわけですよ、汗ダクでバチバチ汗かきながら。でもその受ける先生はね、私がそんな何をしてきたのかも分かりませんから、なんかこう息上がって汗だくの生徒来たみたいな。で、まあ、当時から私本田圭佑さんに影響されてますから、もうなんか、いや僕はこの高校に行ってこういうことしたいんですよみたいな感じで、もうなんか偉そうなことベラベラベラって言ったら受かりました。はい、一緒に行った2人は落ちて僕だけ受かりました。怖いですね、これですね。これがね、あのえげつないんですよ、うん、受かりまして、うん、まずまずじゃあ手に握ってたことがダメだったっていう。そうなんですよね、だから受験票手に握らないように、もう終わっちゃったけど、はい、みんな受験、皆さんあのカバンにね、そうちょっと入れときましょうって、3回ぐらい確認しようって。なんでなのな、あの バッグに入れてるって、絶対入れたって指さしても電車の中で、うん、あ入れたっけってなる、あの現象なんでしょうね、なんか 3歩ぐらい歩くと不安になるよね。そう、あの瞬間だけやっぱなんか鳩みたいになっちゃうんですけど、鳩っていう、あのまあ失敗談があり、で高校であの英語で初めて20点取りますっていうのがありますね、一発目の定期テストで。え、人生初めて20を取るっていう。僕あの60点以下を取ったことがなかったんですよね、今まで人生で。初の20を取る、一発目でっていう、赤点ってやつですよね、取りまして。ほう、でもそっから高校はずっととあの中の下でもう這いずり回りまして、はい、でこう結局そのずっと部活もやってましたから、受験勉強もせず、もう1日1時間2時間ぐらいの勉強でやった気になり、うん、こう大学受験を迎えるわけですよ、現役時代、うん、まあ、受かりませんよね、どこも。で、うん、あもう人生積んだと思いましたよね、はい、大学って受からへんのと思って、うんうんうん、やばいなって。で俺のそのね、尊敬する先輩はもう半年でもうなんか偏差値35ぐらいから70まで上げた方がいて、うんうん、それいけんちゃうか、自分もできるんちゃうか、奇跡起きるんちゃうかと思ったけど、受験は奇跡起きませんでしたっていうね話で浪人しました、はい、で幸いなことに僕の同級生結構浪人がいて、そうなんですか。で行った予備校にも同じ高校の人とか小学校同じだった時の友達とかもいて、うん、同じ予備校に、でもうなんか全然寂しくないわけですよ、上みたいな感じ、そう、上お前ら上みんな高い目指そうぜみたいな1年さ浪人しただけでさ、え何総計上智、え G マーチいけるみたいな、上みたいなね、うん、感覚ですよ、うん、で一瞬で1年経って全部落ちましたよいしょ、はい、勉強してないんだもん、だってしょうがないよね、毎日その、うん、モチベだけ高めて、うん、いやまだ大丈夫、いやまだいける、いやまだいけるよ、だって夏でしょまだ、いや大丈夫でしょ、いやまだ秋大丈夫、まだ3ヶ月4ヶ月まだ5ヶ月あるか、よくないな、いけるいけるいける、12月まだクリスマス言ってもあと1ヶ月半以上ある、でも本入試2ヶ月ぐらいあるな、まだいけるな、1ヶ月、センター試験やりました、もうボロボロだけど、いや一般やもんな、俺センター期待してないもん、国公立じゃないから、落ちましたね全部、はい、じゃ逆にその何どっから来るその自信は、いや根拠のない自信っていうのを私スキルとして持ってまして、まだまだいけるってさ、別にまだなんか、うん、いけんねん、いけんねん、いけると思ったらいけんねん、いけてないや、いけると思ったらいけました、はい、でまあね、そっから大学全部落ちて、
でまあ紆余曲折ありもうすぐ、まあ、専門学校の方に行きまして、で就職に切り替えたというね、はい、はい、感じでもう就職私はしました。なんで、まあ、大学何本受けても人生つまないんで大丈夫ですよ。それで言うと、あ、ヨミナさんどうなんですか。私ですか。勉強の失敗談は、私失敗しかないので、なんかこうアドバイスをできることがあると言ったら、もう別にそんな受験 ねやられたぐらいじゃ死にませんから。あ、まあそれはそうそう、そう、何にも気にしなくていいよっていう、何にも気にしなくていいよっていうことだけメッセージとしてね伝えたいと、はい、はい、私は思ってますけど。それで言うとちょっと私あんまり失敗談みたいなのあんまなくて。失敗してないんだ。なんか普通にうーん、なんか勉強失敗、その失敗談ないな。すごいです。嫁は失敗してません。ちょっと勉強関連だけでちょっと言わせてほしいのは、嬉しいらしいです。なんか小学校5、6年の時にさ、はい、なんかマス目がいっぱい書いてある私ってさ、うん、渡されますね。掛け算で、はい、表を埋めていくみたいなの分かる？ありますね。めちゃめちゃありますね。はい、こことここの数字かけた数字を、はい、このマスに入れて全部埋めるみたいなやつ。印刷用紙になんかもう何回これ印刷かけてきた、うん、今までこの紙はっていうぐらいなんか濃い字で印刷されてる筆算マスみたいな、そうそうそう、ナンプレみたいなやつを渡されてる、うん、なんかすごいあれが特に嫌いだったです。です、報告でした。ありがとうございます。嫌いだったそうです、はい、うん、私もまあそんな好きじゃなかったですけどね。そう、当時なんかすごく好きだった男の子が、はい、なんか隣の席になった時に、はい、でなんか そのプリントが配られてみんな一斉に解くわけですよ、はい、でなんかその人がめちゃめちゃ頭が良くて、あ、好きな子が頭いいと。そう、もう学年1位ぐらい、もう多分トップぐらいで頭が良くて、めちゃめちゃいいですね。そうで、すっごいさ埋めるのが早いのよ。もう鉛筆が動いてないぐらい早いのよ。そんなわけはないですけどね。そんなわけはないんですけど、まあそのぐらい早かったと。そう、だからなんか恥ずかしくて、なんかさ、ああ、なんでこんな早い人の隣でこんなノロノロ私はなんか悩みながら解かなくちゃいけないんだみたいな。あ、もうだからあれですよ、もう広瀬光一くんの気分だったことですよね。もう岸辺露伴さんがこうすごい絵描きますから、ババババババってね。うん、わかんないんだけど、はい、そう、そうなの。だからすごくやりたくなかったなっていう記憶だけあります。あ、だそうです、はい、勉強に苦労してないので、その好きな子がいて、こう結局好きな子をずっと見てましたよって話でした、はい、いや、もういいんじゃないですか、いいんじゃないですか。小学校の頃とかね、いや学生の頃なんてやっぱ好きな子がね頭いいっていうのは結構テンプレですから、うんうん、ね、私も高校の時好きだった子がもうめちゃめちゃ頭良かったですからね。え、両思いだったんですか。両思いじゃないです。バチボコに振られました。あ、バチボコに振られてます、全然。はい、スーパーの裏で振られました、バチボコに。ライフですか。あ、声優でした。はい、声優なんですけど、価格安く声優で、その当時ね、KY っていう CM だったんですよね、ずっと。 KY、 はい、声優が価格安く声優だったから、KY っていう CM がずっと流れてたんですよ。声優ってほんと KY だよねみたいな。で、なんでなんだろう、価格安く声優なんですけど、もう僕は空気読めない方の KY でしたね、本当に。声優告白して、はい。だいぶうまいこと言ったけどね、右京さん出てしまいましたけど。あ、そう、はい、あ、次最終回なんでね、うん、相棒、はい、ちょっと相棒の宣伝を入れてこないでほしいんですけど。はい、という感じです。はい、まあ、なので皆さんも、まあ、勉強失敗した程度じゃ人生は終わりません。バイトした失敗したぐらいじゃ人生終わりませんので、なんかね、適当にやった方がいいですよ、いろいろ。本当になんて言うんでしょう、私が言った適当っていうのは本当に、あ、もう何も考えないの適当じゃなくて、考えすぎないで、もう考えすぎたって何も起きないんで、行動に移さないと何も起きないんで。だから勉強もしないと伸びないし、奇跡起きないからね、うんうん、バイトも
自分から行動しないと周りはね、どん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 離れちゃったりするんで、まあ難しいけどね、うん、ぜひこう一歩踏み出して、挑戦してみていただきたいなと。失敗を恐れずね、はい、もうどん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 人生なんて失敗した方がいいですから、失敗の連続ですから、うん、はい、あの無理する必要ないしね、はい、そういうバイトとかだってなんか別にそんな、はい、ね、なんとかしてくれるから社員の人が。そうなんですよ、はい、でもう死にたいとか思わないようにしてください。もうだって見てみ、私なんて動画でこう、この間もよ、こんな最後にねちょっと話しますけど、こう税理士さんと話してる時にですよ、アキナさんって私ね、税理士がね、もう父親と同じなんですよ、うん、税理士さんが父親のやってる税理士さんに頼んでるんですよ、うん、で税理士さんにこうね会計をまとめてもらう上でよ、経費だなんだで、アキナさんがやってる事業を知らなきゃいけないとね。で父親、私、税理士さん、事務員のお姉さん3人と私の動画見ましたから。恥ずかしい、恥ずかしいよ。俺は全然いいですけど、もう親父のね顔が真っ赤でなぜか税理士さんに謝るっていう、ほんとごめんなさい、もううちの息子がバカみたいにみたいな、いや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 みたいな。で税理士さんさ、そのどれが経費で落ちるんだとか、どういうことやってるんだってマジでこう今まで動画見せた人の中で一番真面目に見てたから、それでメモ取ってんねんな。こうやってユニフォームを着て、これゴーグルですか、これゴーグルなんでかけてるんですか、これ帽子つけてますね、これ帽子なんでつけてるんですか、これ息止めてますよね、これなんで息止めてるんですかみたいな、そこは聞かんでよくないかみたいな、ともありましたけども、すごい真摯になってねやってくださいまして、はい、確定申告も無事に終わりそうなんで、ね、はい、はい、っていう、最後にちょっとねそういった恥ずかしい話がありました。だけど生きてます、私も。ありがたいことね。そう、ありがたいことに生きてますから、皆さんのおかげで、はい、っていう感じでございます、今日は。はい、引き続き、このねラジオなのか、ただの雑談動画なのか、お題は募集してますから、はい、ぜひコメント欄にしてくれたらと思います。はい、ヨメナさんから何かありますか。あ、相棒最終回見てほしいです。はい、ちょっと本当に全く関係ないことぶち込んでくるんですけどもね、はい、ぜひ今後も見ていただきたいと思います。それでは、今日はこの辺にしていただきたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。